特集はカンボジア滞在記です。県青少年国際協力体験事業でカンボジアに派遣された中高生の奮闘をお伝えしてきましたが、今日は最終回スペシャルですね。はい、スタジオにはカンボジアに行った15人に来ていただきました。皆さん、チョムリアップスーオー。素晴らしい、素晴らしく息の合ったチョムリアップスーオー、こんにちはという意味ですけれども、皆さんにはたっぷりね、この後お話をお聞きしていきたいと思います。その前に村でのホームステイ最終日、涙のお別れです。カンボジア、ドゥンデアブ村で過ごす時間もあと少し。滞在4日目、鹿児島修学館高校2年の児玉さんは白玉団子を作っていました。美味しいと食べてくれるかな。児玉さんを囲んでみんながこねるのを手伝ってくれます。雰囲気は女子会そのもの。ホームステイで生まれた確かな絆がありました。最後にきな粉をまぶして完成です。もちもち、うまい。美味しい、美味しいです。おにぎり修行。丸おにぎり修行。でも家は丸です。隣では山口さんと岩下さんがおにぎり作り。みんな上手にできました。ジュニアン。最後の夜、村中の人が集まりお別れ会が開かれました。中高生は温かく迎え入れてくれた村の人へ感謝の気持ちを込め、けん玉やあやとり、書道などそれぞれの特技を披露。この後、民族衣装を着た村の人からカンボジア舞踊を教わりました。一夜明け、ついにお別れの時が来ました。あー、すごい。もう寂しい、ずっとここにいたいです。なんか、日本に帰りたくない。ホストファミリーにあったかくて、本当に家族みたいになれた4日間でした。長浜さんはホストファミリーにスマートフォンの画面を見せていました。なんて伝えたの？私はあなたの家族の一員。本当に村がね、一つの家族のように私たちを温かく迎え入れてくれました。長山さんはね、本当に行きも帰りもいろんな涙流してましたけど、改めて振り返っていかがですか？そうですね、やっぱり最初は不安もあって涙を流したことが多かったんですけど、その不安さえも安心に変えてくれたのがお母さんでした。ホストマザーとの思い出たくさんあるんじゃないですか？はい、夜寝るときに泣いてしまって、その時に蚊帳の中に入ってお母さんが泣かないでいいんだよって笑ってって言ってくれたのが一番印象的です。あ、優しい。写真出るかな、こちらですね。写真も撮ってたんですね。はい、添い寝してくれたんですか？はい、入れてくれました。本当にあったかいホストマザーでしたね。はい、と言いますとね、木原さんも優しくてあったかいお母さんでしたね。はい、どうでしたか？私のホストマザーはご飯を毎日おもりにしてくれて、でも私は
ホストマザーがご飯を食べているところを見たことが一度もなくって、で唯一見たのが、あのホストファミリーの子供2人が残した食べ物を食べるっていう感じで、で経済的にも本当に苦しかったはずなのに自分を犠牲にしてまで私にいろんなものを与えてくれて本当に嬉しかったし、私もそういう人になりたいなと思いました。そして今村さんはね、生活面でもね、いろいろ大変なことありましたけれども、風呂の中にあるものが出たそうですね。何が？私のお風呂場に手のひら大のタランチュラが2匹出てしまって、はい、でこんなのですか？こんな感じ、はい、そのうち1匹が私の服についてしまって、で服を振っても取れなくて、それで仕方なくタランチュラを掴んで外に投げたら、あの外にいるニワトリに当たってニワトリが叫んだっていう事件があったので、すごいオチがついてる、はい、ね、本当にたくましく成長しましたね、はいはい、そして山口さんは本当に着物での交流がありましたけど、どんなこと感じましたか？はい、ホストファミリーと現地の中学生に着付けをしたんですけど、どちらもすごく喜んでくれて嬉しかったです。そしてあのホストファミリーはお礼にカンボジアの民族衣装もあの着せてくれて、貴重な文化の交流をすることができていい経験ができました、すごい可愛いですね似合ってる。そしてつびらくんはお風呂での奮闘も放送しましたけれども、改めて振り返っていかがですか？そう、大変なこともありましたが、もうカンボジアの人はもうすごい優しかったです。僕はカンボジアに行く前は不安でドキドキだったんですけど、ホストマザーがもう会った瞬間抱きしめてくれて不安がその時吹き飛びました。そして家では僕がお腹いっぱいと言ってお茶碗を出したら大盛りになって帰ってきたんですよ。はい、すごい多くて頑張って食べました。もういいよって言ったんだよね。はい、もういいよちょわえってお腹いっぱいって言ったらもう本当に多く帰ってきてびっくりしました。それも愛情たっぷり、ね、もう愛情がね、はい、ですね。そして僕はビッグな男になってこの村に恩返しをします。はい、楽しみですよね本当に、うん、いい顔してる。もうこの経験をこの年齢でした皆さんがね、本当これから鹿児島それから世界でね活躍する姿を楽しみにしていきたいと思います、はい、本当に皆さんありがとうございました。オークー